こんにちは大本教学委員の中里博です本日のお題は1年の役除けを人型でと題しまして人型のお祓いについて説明をさせていただきますよろしくお願いいたします、えー、人型というのはどういったものかですね聞いたことのない方の方が多いのではないかなというふうに思いますまあ、こういった今絵が出てますけれどもこれが人型というものですね これでお払いをと最初に何を払うのかというところですねまあ、わ私たち自身払われる必要というのがあるのかなというふうに思うところであります、えー、そのことについてですね人型大払いというのはですねまあ、簡単に申し上げますと心の大掃除だというふうにですね示されております例えばまあ掃除で考えますと皆さん掃除というのは毎日欠かさずされておられるでしょうか 私だとですね例えば机とかですね身の回りは掃除をいたしますねまたキッチンとかですね洗面所とかトイレとかそういったところですね普段目にするところ気になるところというのはですね掃除が行き届いているのではないかなというふうに思います。ですがそれが机の引き出しの中とかですね 棚の裏とかまテレビのテレビ台の下とかま、そういった目がなかなか行き届かないところとかですねえま、そういうところにはなかなかお掃除が進まない場合が往々にしてあります。まそこで我々は年に1度か2度にですね。大掃除というのをいたしますね。不潔なままでいますと、その空間が汚れてしまって。 私たちの体にも悪い影響が与えてしまい健康を害してしまうということがありますですので我々はですねきれいに清潔を心がけて清掃をしてですね健康を保つようにしております少し脱線をいたしますけれども私たちを取り巻く自然界の環境にも同じようなことが言えます。 大気汚染、土壌汚染、海洋汚染森林破壊などですね、まあ、こういったところ結局のところは私たち人間が汚してしまうわけでありますけれども、まあ、こういった汚れが出てきますと自然界の中ではですね雨とか風とか地震とかいうようなことで風水下で清めるような。 まあそういった自然界の清掃活動というのが行われます。まあその汚れのようなものがなかなかですね、消えきれずにまあ積もり積もって積もっていきますと、やがてはですね、集中豪雨になってしまったり、大型の台風として発生してしまうようなまあそういったことが起こりますね。これは私たち人間から取ってみるとですね、自然災害と言われるものになってしまいます。まあこのように。 自然のことに置き換えましたけれども私たちの心の中でも知らず知らずのうちにですねたまってしまう誇りのようなものがございます、まあ、普段からですね私たちは悪い言葉は使わないようにしようとか気をつけたりまた仮に言ってしまったとしてもですね、まあ、反省して謝ったりすることがありますね。それでまあきれででにに片付いいいいたたかなとううふうに思いたいんですけれども なかなか気がつかないところで私たちのから出てしまうようなですね良くない気、まあ言ってしまえば邪気のような巡りのようなものでございますけれども、そういったものがですね往々にして発生してしまうことがあります。この邪気霊気というものはですね物にこもりやすいという性質があります。えその良くない気 邪気がです、ね、こもり固まってしまいますと自然災害と同じで我々に災いを招いてしまいます。まあ、よく言われる役とかそういったことですねこれはまあどんなふうに我々が気をつけていても、まあ、自分一人で力で,です、ね、清めきるということはなかなか難しいことであります。 まあ、そうして、まあ、日々を知らず知らずのうちにです、ね、私たちの人体もしくは空間、物質にです、ね、そういった邪気というようなものや巡りというようなものがた、ねえー、まっていってしまうということがありますね。えー、そしてそれを私たちはこの世をお作りになられた神様にお願いをして清めていただいて日々のご加護を申し上げるというのがこの人型大祓いということになります。えー、では最後に どうやって払うのかというところをお話しして終わりたいと思いますその流れを簡単に説明させていただきます人型の紙というのは先ほど述べましたように自分のこの邪気とか悪い気をですね移すものでありますまこれにまず名前を書きます名前を書いていただいて住所年齢などは任意で結構とのことでございますまたどなたか 家族の方もしくは知人友人の方の文を書かれることもあるかもしれません。その時にはその方のですね健康と安寧を記念して心を込めて書かれると良いかと思います。また人だけではなくて自動車でありますとか家屋でありますとかですねそういったものを払う片代と今画面に出ておりますけれども片代というものもあります。 そして、この人型をいつどこで払うのかといいますとですすねこれは立春の前日になります来年で言いますと2月の3日が立春になりますので、まあ、その前日、2月2日のですね日が沈んでから夜ですね翌3日の明け方まで要をした神事が京都府綾部市の長生殿で行われます。今出ていますす建物ですね えー、この朝聖伝の中でことたを創造いたします日本で古代から創造されている大払いの言葉大元では神ごとと唱えておりますけれどもこの神ごとが創造される、えー、この清らかな空間の中で人型片代を一枚ずつお名前を読みながら、えー、素焼きの壺に収めていきますそしてその収めた壺をですね、えー、聖王立姫と呼ばれる方々が持つ持ってですね ゆら川という綾部市内を流れる清流に、えー、持ってまいります。えー、そして、えー、その清流でですね、この人形と片白をですね、えー、清流に流して、えー、1年間の罪や汚れを払い清めるということになります。これが大本の節分人形大払いの神事であります、えー。いかがでございましたでしょうか。目に見えない世界の年に一度の大掃除。 日本人が古来から行ってきました人型大払いについて、大元の清めの神事を中心にご紹介をさせていただきました。また、こちらの人型大払いは大元の公式ホームページで簡単に申し込むこともできます。ご自身、またご家族、ご友人様の1年間の無事、安泰をともにご記念させていただきましょう。 本日は人型お笑いをお話しさせていただきました。ご視聴ありがとうございました。